こんにちは、ビビットランキングです。皆さんはヘビは好きですか？それとも苦手ですか？地球上では約3000種類以上のヘビが確認されており、それぞれが独特な生態を有しています。今回はそんな中でも最も大きなヘビたちをご紹介したいと思います。それではビビッと行ってみましょう。第10位、キングブラウンスネーク。キングブラウンスネークは体長約 3.5 メートルにまで成長します。しかし体の長さとは裏腹に体重は6キロほどにしかなりません。キングブラウンスネークは地面に掘られた穴や割れ目の奥深く積み上げられた丸太、岩の中などに生息しているヘビです。また人間のそばで生活している場合もあり、材木やゴミの集積場所に潜んでいることもあります。このヘビは毒を持っており、オーストラリア中央部の草原や森、そして低木地帯では危険な存在として警戒されています。毒自体はそれほど強力ではありませんが、注入量が多いことで知られており、長い時間噛まれた場合は危険です。鱗は黄色と茶色の入り混じった模様をしていますが、これのおかげでカエルやトカゲなどの獲物を探し求めるとき、長い体を周りから目立たぬように隠すことができます。生存数は近年減少傾向にあり、定期犬種として保護されている状況にあります。第9位、キングコブラ。キングコブラは成長すると体長約4メートル、重さは9キロほどまでになります。世界最大級のヘビであるだけではなく、地球上で最も古くから生存する毒ヘビとしても有名です。キングコブラはインド、東南アジアに生息しており、熱帯雨林で発見されることが多い動物です。基本的には臆病な性格で、人間の前に姿を現そうとはしません。しかし一旦遭遇してしまうと攻撃性は高く、積極的に攻撃を仕掛けてきます。またキングコブラは産卵のために巣を形成する唯一のヘビだと言われています。メスは卵を産むと、孵化するまで巣のそばで卵を守るためにじっとしています。敵から威嚇を受けた時には、地面から体の前半部分を起こして反応し、体をより大きく見せることで対抗します。絶滅危惧2類の保護状況に分類されており、ベトナムでは天然記念物に指定されているため、現在では貴重な存在となっています。第8位、ボアコンストリクター。ボアコンストリクターは体長約4メートルにまで成長します。同じような体の長さを持つヘビは他にもいますが、ボアコンストリクターの特徴はその重さで、体重は30キロ弱にまでなります。力も大変強力で、大きな体と体重を使って狩りをします。長い体で獲物を巻き込んで締め上げ、鋭い牙で獲物が動かないようにしっかりとしがみつき固定するのです。またこのヘビは生まれたばかりの時点でもすでに体長が60センチメートルほどあると言われています。体内で卵を返すという特徴を持っており、一度の産卵で最大60匹もの子供を産みます。その後20年から25年の期間を生き、成長を続けるのです。南米に生息しており、熱帯雨林で生活するものと半砂漠地帯に住むものの両方が確認されています。第7位、ブラックマンバ。ブラックマンバは大きさだけではなく、動きの速さでも世界最速級のヘビに数えられています。その速度は時速約 20km にもなり、一流のマラソンランナーでも逃げ切ることができません。ブラックマンバの成長時の体長は4メートル30センチほどになります。アフリカ東部および中央部のサバンナに生息しています。細身のブラックマンバは体の重さが 1.5 キログラムにも満たないと言われています。
長い体でも時速 20km で容易に動くことができるのは、この軽さによる恩恵だと考えられています。また、非常に強力な毒を持っていることでも知られており、世界で最も人を殺した毒蛇として紹介されることも珍しくありません。ブラックマンバという名前は口の中の色が黒いことに由来しています。敵に襲われた時には大きく口を広げ、その色を見せることによって威嚇します。ブラックマンバは最近生息数が安定してきているものの、定期犬種として保護されています。第6位、アフリカニシキヘビ。アフリカニシキヘビは体長5メートルほどまで成長し、体重は100キログラムを超える超重量級のヘビです。彼らはアフリカの草原やサバンナに生息しています。ニシキヘビの仲間は毒を持っていないものが多く、アフリカニシキヘビも他のニシキヘビ同様、毒を持っていません。そのため獲物を殺すときは、待ち伏せをしてその体に巻きつき、締め付けることで窒息死させるという方法を取ります。アフリカニシキヘビの筋力は相当力強く、どんな相手でも窒息させることができます。アンテロープやクロコダイル、そしてその他の大きな体を持つ動物たちでさえ、アフリカニシキヘビの獲物になっています。そして、攻撃性が高いのも特徴で、現地では、卵からかえるとすぐに攻撃するほどであると恐れられています。第5位、インドニシキヘビ。インドニシキヘビは体長6メートルにもなり、中にはそれを超えるものも存在します。体の重さは約70キロほどです。このヘビはパキスタン、インド、ネパール、スリランカの森林に生息しています。インドニシキヘビの獲物は小型の哺乳類や鳥類で、他のニシキヘビと同じく、強い顎の力で獲物を捕らえ、その体を相手に巻きつけることによって窒息させるという狩りを行います。美しい見た目からペットとして飼おうとする人もいますが、飼育は難しく、不法投棄される場合も少なくありません。必死に飼っていても、飼い主がヘビに殺されてしまうという事件が起こるほどです。残念ながら、インドニシキヘビは絶滅危惧2類の保護状況に分類されています。もともと現地では食用として消費されることもありますが、それ以外の要因によってもインドニシキヘビが生息できる環境は年々減少しています。ペット産業のための採集や、高値で取引される皮を目的とした捕獲などによって、インドニシキヘビは絶滅の危機に瀕することになってしまったのです。第4位、ビルマニシキヘビ。ビルマニシキヘビは体長約7メートル、そして重さは約100キログラムにもなる超大型のヘビです。ビルマニシキヘビは中国を中心に、東南アジアの湿地地帯に生息しています。胴回りはまるで電柱かと勘違いするほどの太さで、こちらも他のニシキヘビと同様に力強い体で獲物に巻きついて、窒息させることで狩りを行います。ビルマニシキヘビは単独で生活をする動物で、春の繁殖期にのみ交尾のためにペアを作って行動します。ビルマニシキヘビの生息数は減少傾向にあり、絶滅危惧2類という保護状況に分類されています。ビルマニシキヘビもまたその皮や食肉を目的に罠で仕留められているため、人の手によって年々個体数が減少しているのです。またビルマニシキヘビの生息地の破壊も、ビルマニシキヘビの獲物が減少する要因となっており、それに伴ってビルマニシキヘビの生息数も減少することになっています。第3位、アメジストニシキヘビ。アメジストニシキヘビは約8メートルまで成長することができ、体重は15キロ近くになります。また、メスの体の方がオスの体よりも大きいことも特徴です。アメジストニシキヘビは、インドネシア、パプアニューギニア、そしてオーストラリアで発見されており、熱帯雨林やサバンナ、そして灌木地帯をその生息地としています。
またアメジスト錦蛇は非常に泳ぎが得意な蛇として知られており、活動に必要な時は川などの水路で移動することができます。頭は大きいですが細くくびれた体型をしています。複雑な模様が特徴的ですが、個体差が大きいという特徴があり、ほとんど斑点がないように見える個体もいます。体には光沢があり、見る角度によっては青紫に見えることがあります。このことからアメジスト錦蛇という名前が付けられています。アメジスト錦蛇は大きな体を使って様々な動物を食べています。オーストラリアでは小型のカンガルーであるワラビーを襲って丸飲みにしていたという目撃情報もあるほどです。第2位、アミメニシキヘビ。アミメニシキヘビはヘビを飼育しているマニアの中では最も人気のある種類のヘビです。アミメニシキヘビは体長9メートルにまで成長し、なんと重さは約270キロになります。茶色がかった黄色と黒とが入り混じった鱗の模様からアミメニシキヘビという名前が付けられました。やや細めで頭が大きいのが特徴です。また名前の由来であるアミメの模様は胴体の後半部分からはっきりと現れます。一般にメスのアミメニシキヘビの方がオスよりも体が大きいとされています。アミメニシキヘビはバングラデシュ、ベトナムのタウリンや湿地帯に生息しています。攻撃性も強く、生息地の水辺や人家の近くで人が襲われたという事故が報告されています。第1位、オオアナコンダ。オオアナコンダはヘビの仲間で、もちろん爬虫類ですが、卵ではなく幼体を出産します。そして出生時の体長でさえ約60センチメートルにも上ります。オオアナコンダは紛れもなく世界最大のヘビです。成長時の体長はなんと9メートルを超え、体重は約250キロにもなるのです。オオアナコンダをまっすぐに伸ばしてみた場合、平均的な路線バスと同じくらいの長さになる計算です。普通はメスの体の方がオスよりも大きいとされています。世界最大級の大きさを誇るこのヘビはアマゾン熱帯雨林やブラジルの湿地帯に生息しています。肉食動物であり、その巨大な体を野生の豚や鹿などに巻きつけて死ぬまで締め付けることで獲物を捕らえます。獲物を捕らえるときは水中に潜んでいることも多く、地上で動きが鈍いオオアナコンダも水中では滑らかに動くことができます。頭頂部に目と鼻があるので、体を水中に潜めた状態で獲物を待ち伏せすることができるのです。いかがでしたか？巨大なヘビはその存在感だけで人々を恐怖させ、時には魅了します。しかし人の手によって個体数が減少し、絶滅の危機に瀕している種類もいます。ヘビたちが安心して暮らせるような豊かな自然を守っていかなくてはいけませんね。今回の動画を見て巨大なヘビたちに驚いてしまったあなたは、もうビビットランキングのクルーです。今後もビビッとくる情報をランキング形式でお届けしますので、クルーはチャンネル登録を忘れずに。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。